アシアジアから東南アジア、ヒマラヤにかけて分布する。およそ250種が知られ、ツバキ科では一番大きな属である。属名の由来は、モラビアのイエズスカイ宣教師で、植物学者のゲオルク・ヨーゼフ・カメルの名前から、1704年に、ルソン植物史を上司している。ツバキ科の学名は、セオチーでこれは、茶族に由来するが、 エペジー植物分類体系では、茶族は椿族に編入されて廃止になっており、椿族が椿科の代表族になっている。常緑樹で低木が多いが、一部高木もある。幹は直立するものと根本からよく分子するものがある。葉は単葉で虚子があり、角質で厚く光沢がある。椿の語源は厚葉き、または ツヤハキと言われている。花は、単精で、美しいものが多い。学編は5枚から、多数、花弁は5枚、または7枚が基本であるが、重ねの厚いあい咲きもある。おしべは多数で、放射状に黄色いおしべが多数広がる。梅新咲きという、独特の花型のものがある。褐色は白、ピンク、赤、赤紫が基本で、様々な福色花もあるが、 金華茶から改良された木花種もある。日本において、椿はかなり古い時代から庭木として利用され、江戸時代には多くの品種が作出された。また、18世紀には欧米にわたり、西洋、椿と呼ばれる豪華な花姿の品種が多く作出された。椿の種から採集される椿油は化粧品や食用に利用されている。また、 茶は、日本の緑茶や中国の各種のお茶、西洋の紅茶など、茶は、コーヒーと並び世界で最も重要な清涼飲料の一つになっている。雪椿、花糸が黄色19世紀に西洋に渡った、日本の椿、中国の唐椿、サルウィン椿などをもとに、西洋の美意識に基づいて、品種改良されたもの。 現代の日本ではどちらかというと小中林の一重先の品種を好む人が多いのに対し、西洋椿は、八重崎、ボタン崎、獅子崎などの大、極大林、豪華な花謡のものが多い。ありがとうございます。